いやハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、現在12月17日土曜日の午前12時12分ですね。さて、いよいよ多分最終回ですよね。うちの師匠が尻尾がない12話、絶対涙腺行かれる自信しかない。さあ、ということで見ていきましょう。 D アニメストアです。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。最後歌六師匠ね。大黒帝はあがきねえけな。あがき続けるための名前でしたかな。ありがとうございますって言ってたね。ここね、ここよかったわ。そんで前回が歌六師匠とばったり会うて終わったね。ごほごほしてたけどね。ああ、ちゃんとオープニングあるな。あと1話あんのかな。できれば13話まで欲しい、このアニメに関しては。多分ね、うちの人は尻尾がない、ほとんどだからノーマークじゃないかな。今ね、大正乙女のおとぎ話、昨日もう日付で言うと一昨日からコミック読み始めたんですけども、同じガルネリアやったっけ、なんだっけな、歌ってはんの。まあ、僕は大正乙女のおとぎ話めっちゃ好きで、もうここに貼ってますけどね。このアニメもそうやけど、なんか、まあ、大正時代っていうものにめちゃくちゃ興味が湧く。うん、11話神回やったね。君が面白くちゃ意味がない。まあ、タヌキやからね。あ、そこの理由がまだ分からんもんね。
ごほごほしながらすごい力やな。どっこいさ、あのさっていうネタ。なこれ、このリズムに合わせてやるってこと。不合格。サブタイトル来るかな。どういう意味だろうね。あ、白檀寺、ここからもかからじゃないのかい。車や。尻。千番。ここで働く？ああ。いた。帰れ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 。呪いの声やな。乗ってきたやん。まさかの。市場。私ジョ。
文鳥のことか、言うてたのは。今んとこ寒ねえな。あれ、今のってお松さん？やるなぁ。誰や。どんな歯やねん。マジ？ここで？これ大丈夫か？これ。あ、俺大爆笑取ってるやん。あ、誰も聞いてへんのちゃうか、これ。これ文庫師匠が文鳥師匠の時に切れたのと同じシチュエーションやね。うわ、なんやこいつ。ああ、ああ、そうやね。だから、うん、ほう、性の悪いおっさんやったか。デビュー戦の後にね、前向きに転べね。まあ、前のめりや。芸人はやってられへんわ、言うてね。素晴らしいね、豆だ。このさ、右の歯だけ抜かれたんか。歌のクッションやってこないの？
これ文鳥に殴られた同一人物これ、そうか同一人物か、今気づいたわ。女装してんの？あんなわけないわな。アイキャッチャーそういうことか。あれもうおらへん。え？ぼっちザロックか。君の中の人間に会いたい。ちょっと後でもう一回聞き直します。豆だを姉さん、
和風音。これもう一話あるね。あ、終わった。あ、これもう一話あるわ。うわ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。そうか、あの文鳥師匠にどつかれたおっさんやったか、あれ。しっぽろのしっぽろのコーナーがあるか。全部師匠が教えてくれた。わあ、よかった。もう一話ある。めちゃめちゃ嬉しい。いや、全部師匠が教えてくれた。まあ無事にね、あの大黒天を名乗れるようにはなってほしいわな、もちろんやけど、やけどまさかの文鳥師匠にどつかれたおっさんが出てくるとは思わんかったな。いらん再会やぞこれは。まあ再会ではないな、再会ではないけど、うん、まあまあ今回ね、その歌六師匠が落語をやってみという場所が、あちゃちゃちゃ、その君が面白くちゃ意味がないと言うて、まあ行ってしまった。まあよくとね、豆田それをまあ追いかけて、あれは何、遊郭でいいんかな、ちょっと鬼滅の刃でしかあんまり知識ないんですけども、まあそこで働くということでね、あの歌六師匠を見つけて、その豆田の根性がね、やっぱいいよね。ほんまにこの豆田のもうひたすら前向きに何にでもこうね、物おじすることなく取り組んでいく姿というのはほんまに素晴らしい。まあそしてね、乗客が来たというのでね、師匠って喜ぶのも可愛いし、まあしばらく、もう何日ぐらい経ってんのかな、あれ。破門宣告されてから、
まあ、まさかのあのね、文鳥にど、ね、どつかれたおっさんやったということで、まあ、司会者ね、落語家がわしゃ嫌いなんやと、まあ、そこでね、誰も聞いてない状況を作り上げ、どうなるかなと思ったけど、豆田がこう一瞬でもね、転ぶときは前のめりやの言葉とか、あの演師たちの言葉を思い出してね、諦めることなく、果敢に挑む姿だったの、素晴らしかった。ただのさ、性根悪いね、ほんまに。で、うん、まあ、まさかその歌六師匠がね、変われと、やがましいと。うん。そこで、その三枚起承ですか。で、こう、ね、聞いてる人たち、みんなを虜にしたのは素晴らしかった。うん。やけど、病弱やけど、ちょっと寿命大丈夫かなって心配になるね。まあ、そこに豆田がね、ちゃんとお礼言ったのも良かったしね、ありがとうございましたと。で、まあ、もう一回一週間後に来いってことでね。やけど、まあ、文庫師匠もね、まさか演師に稽古つけてくれ、弟子に稽古つけてくれてありがとうございましたと。しっかりした人やで。やけど、なんや。文庫のことを知って何、ちょっと不穏な顔見してましたね、あのおっさん。さあ、果たして。えらい不穏なとこで終わったね。まあ何企んどるんかな、変なことにならんかったんやけどね。さあ、まあ次回はもう最終回でしょうし、涙腺爆発な展開になることは間違いないでしょうね。まあほんまね、ちょっと今自分もね、こうコロナで収入なくて結構参りそうになる時も結構あるんですけどもね、ちょっと豆田ちゃんを見てると頑張らなあかんなと思わされますね。まあ、ハッピーエンドを期待しましょう。ということで、うちの師匠は尻尾がない12話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、じゃあここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、そして、子供向けのパフォーマンス、これを本職でやっております。普段、保育園、幼稚園、小学校、子供会などで、まあ、主にですね、まあ、やればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてるんですけれども、現在コロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事ございません。貯金でなんとかやってます。でそんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で996日やってますけれども、あと4日で1000日です。ちょっと1000日を超えたらね、ちょっと活動方針どうするかっていうのはこれから決めたいと思いますけども、で去年2000本以上の動画失ってます。まあ、それを乗り越えてやってますが、13年以上使ってるこのチャンネルでスタートしてしまったんでね、本職の。現在9月14日に分けました。で、現在はこちらをサブチャンネルとして、アニメのリアクションを継続中。そして、本職のアカウントも作ってますんでね、ぜひそちらの応援もよろしくお願いします。URL は説明文にありますんでね。で、毎日19時に1本だけ動画投稿してますんで、どうぞよろしくお願いします。はい。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。